越前朝倉家を滅ぼした信長は近江へと馬首を返し、浅井長政の本拠小谷城を包囲した。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。けどよ、権六殿にお市を守れと命じたのは信長様だろ。その命に従ってるだけの権六殿まで討つってのは。奴が今もその命を果たさんとしているならば、俺に討たれる覚悟もできているということだ。お二方の処遇の話は戦に勝ってからにされては。まずは長政殿を討つことに注力しましょう。長政は小谷城本丸にこもったまま動く気配はありません。本丸を攻め落とせば俺たちの勝ちってことです。もし攻め落とす前に長政さんが降伏してきたら。もはや長政は降伏すまい。みな容赦はいらん。二方面より兵を進め、徹底的に叩き潰せ。俺のやり方見せてやろう。きっちり働いてやるよ。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政殿に俺の覚悟を示す。天下一新、阻ませはしない。さて景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし、一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。待ちくたびれた。敵兵はあらかた片付いたな。よし、砦に火をかけろ。開門。兵を指揮する俺と光秀、いずれが引いてこの戦敵方の勝利と思う。はは、目指すは圧勝というわけか。味方の戦力がそがれても圧勝とは言えねえな。砦の制圧になったようだ。進軍を再開する。開門。
敵だ。よし、ぶっ飛ばす。あの砦、不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。もっと派手に燃やしてやろう。モロク兵を出せ。開門。他にも手頃な砦があるじゃねえか。じゃんじゃん燃やしていくぞ。開門。であるか。よし、あの砦を攻めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。援軍を呼び込むのに手頃な砦だ。急ぎ落としてしまわねば。クール君、姫のためここは俺が食い止める。これより我らも参戦いたす。織田の者ども、ここを抜けたくば西畑を倒していけ。討ち死に、討ち死に。早すぎるか。丸までかけよ。開門。救援行。よし、この間な。火をつけろ。開門。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上進ませるわけにはいかない。開門。あの道はその程度か。進めば信長殿と交流できるかもしれないが。任せな。この俺を止めようとて無駄よ。その程度か。この砦を落とすのが我らの役目。ご助力を願いたい。ここを絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。目障りだ。壊してくれ。フジ、フジか。俺も共に戦うぞ。長政様、うん、敵を押し返そう。やはり二手に分かれて攻めてきたな。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。開門。消し飛ぶがいい。別動隊が狙われているようだ。捨ておくわけにはいくまい。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。待ちくたびれた。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。開門。早すぎるか。本丸への道が開いた。進軍するぞ。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。
の出番だ。敵をかく乱せよ。打ち死に。クライナー。打ち死に。打ち死に。早すぎるか。いざ参ろうぞ。見事、さらに精進せよ。障害は覗かねえとな。かなう相手ではなかったか。参るか、身の程知らずめ。帰り地でむせ返る。敵の総援が南へ向かった隙に前線を押し上げるぞ。火をかけて進め。開門。やるな、我らも続け。帰り地でむせ返るぜ。敵将討ち取ったり。フルはなんだか。聞かせていただこう。俺がやる。任せな。くらえ。お主、わしの手柄となれ。打ち死に。いやはや、さすがでございますな。打ち死に。敵将、打ち取ったぞ。開門。これでいい。すぐに本丸へ進むぞ。浅井勢の戦意は衰えんな。だがここが正念場だ。ひるまず進め。一、お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。長政様の志は私の志でもあるんだよ。自分の心を偽るなんて私にはできない。姫、俺も最後までお供しましょう。開門。打ち死に。この俺を止めようとて無駄よ。悔しいが、ここまでか。物の不安、すべからく核あるべし。消し飛ぶがいい。待ちくたびれた。ついてこれ。
帰り地でむせ返るぜ。障害は覗かねえとな。叶う相手ではなかったか。耐えきれん。引かせてもらう。その首を取れば、濃姫様のご無念も少しは晴れましょうな。市長のために長政を撃つのではない。あの男と決着をつけねばならんのだ。姫が戦場に立つ限り、は全力で守るのみ。天下無双の名は俺がいただこうか。邪魔をしてるな。壊してくれる。カイロン目つきよ。俺をうつけと侮ったか。引かない。絶対に。消し飛ぶがいい。ここで倒れても悔いはない。全力で兄様たちを倒す。もはや何も言うまい。行くぞ。一、残るは長政のみ。行くぞ。開門。待ちくたびれたぜ。早すぎる。光秀、お前もようやく腹をくくったようだ。ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため全力で戦う。長政殿。来た、信長。これはあんたに下る気はねえ。絶対にだ。どこまでも愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。吉影様、一、勝家、俺は最後まで抗ってみせる。ついてこれだ。避けてみろよ。遊んでやるよ。楽しめたか。ついてこれだ。俺がやる。ここまでか。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな、あんた。所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。分かってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り、身勝手に多くの命を奪ったあんたを、俺は絶対許さねえ。鬼畜生に気づける天下は花一つねえ地獄だけだ。因果応報、ろくな死に方しねえよ、あんた。ああ、忠告、痛み入る。畜生。
信長殿、お市殿と勝家殿をお連れした。兄様、私は自分の心を偽らず正直に動いた。だから悔いなんてない、命乞いもしないよ。俺も覚悟ならとうの昔にできてます。なあ親父、浅井との戦はもう終わったんだ。二人に織田に戻ってもらえばそれでいいじゃんか。長政に加担して織田に背いた以上、咎めを受けさせねば家中に示しがつくまい。恐れながら、妻が夫の志を共に果たさんとするのは至極当然のこと。それを責めるのは少し酷かと。勝家殿に至ってはお市様を守るというお役目を全うしたにすぎません。加えて勝家殿は家中屈指の戦上手、死なせては織田家にとって大変な損失になるかと。秀吉め、出過ぎたことを申す。何にせよ両人の咎めは免れぬ。一、権六、お前たちは当面の間蟄居を命ずる。稲屋は認めん。下がれ。進むぞ光秀。天下一心をなすまで歩みを止めてはならぬ。それが俺たちのなすべき正しきか。そのためにくすぶる火種は余さず絶やさねばならぬ。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも。それでも先の世に希望をつなぐことはできる。正しきを貫く。そのために俺は刃を研ぎ続けた。すべては天下一心をなすため。その子俺にも背負わせてくれ。これを鳴らせばもう戻れぬぞ。覚悟の上だ。で、あるか。